みなさん、こんにちは。岩田泉です。さて、今回のハッピーライフ、前半は骨粗鬆症と歯科治療と題しまして。京都府歯科医師会の道東良介先生にお話を伺ってまいります。道東先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、お久し。ぶりです。<laughs> ですえー、元気な男の子、ご出産、はい、おめでとうございますあ。ありがとうございます。無事に生まれました。たね、はい、また可愛いお姿、はい、あの歯磨きつにも出演できたら。 いいね、そうですね。あのー、歯が生えてきた時には是非道東先生にも見ていただきたいです。お願いします。はい。さあ、今回のテーマなんですけれども、骨粗鬆症ですね。高齢の女性に多いと聞きますが、この骨粗鬆症と歯科治療にはどんな関連があるんでしょうか？はい、えー、そうですね、えー、まずはじめに骨粗鬆症という病気から説明しましょう。はい えー、骨粗鬆症というのは骨密度が低下して骨が弱くなる病気なんですね、うん、体の骨が弱くなって骨折しやすくなってしまう病気ですよね、はいえー、人間の骨はお肌と同じように常に新陳代謝を繰り返しています、はいえー、古い骨から新しい骨にどんどん入れ替わっているんですね、うん、健康な骨では骨吸収という、えー、古い骨を壊す作業と えー、骨形成という新しい骨を作る作業の、えー、バランスが取れているんですけれども加齢、はいえー、とか閉経、えー、運動不足などによりこのバランスが崩れて、えー、骨折しやすい状態になるのが、えー、骨粗しょう症になっている人はどれれぐららいおられるんですか、はいえー、骨粗しょう症の患者さんは、えー、2015年のガイドラインでは、えー、図のような報告となっているんですけれども、うん 年々患者さんは増加を示して現在日本には約1590万人と報告されています、はい、男女の割合では女性が約1180万人、うん、男性が410万人と圧倒的に女性に多く見られていますねそんなに多くの患者さんがおられるんですねではなぜ女性に多く見られるんでしょうかはい 女性に多く見られる原因としましては更年期以降になるとエストロゲンという骨の形成を助ける女性ホルモンが急激に減少することにあります、はい、そのために骨の新陳代謝バランスが崩れて骨の量も急激に減ってしまうので骨粗しょう症のが進みやすく注意が必要なんですねうん非常に多くの方が骨粗しょう症になっているんですね。はい 60代では3人に1人、うん、1> 70代では2人に1人の割合で骨粗しょう症になるということですが、はい、驚きですそうですす、ね、そうね、んえー、さて、この骨粗しょう症の進行によっていつの間にか骨折してしまう方が年々増加傾向を示しておるんですが、はいえー、ただ骨折するだけではないんですね。うんうん えー、骨折することによって生活が不自由になったり寝たきりになってしまうリスクも非常に高くなってきますそして、えー、生活の質が悪くなってしまった結果死亡率も上昇することが分かっていますなるほど骨折することによって生活が不自由になって死亡率が上がってしまうという結果につながっているんですね。はい えー、健康人に比べて骨折した場合の生存率は急激に低下することが分かっているんですが骨折というのは予防すするることが最大の目的になっているんですね、はい、そしてこの骨粗しょう症を治療するために多くの患者さんは、えー、ビスホスホネートというお薬を飲まれています。はい はい、えー、これは骨の吸収を抑制して骨密度を改善する効果があります<ー>、えー、今日はですね、この骨組織症でビスホスホネート薬剤を服用や注射をされている方の説明をしたいと思いますはい、お願いしますこの骨組織症の治療と歯科治療にはどのような関係があるんでしょうかはい、えー、まず、えー、内科や整形外科医院などで 骨粗しょう症のお薬の処方や注射をされる前には、えー、先に、えー、歯科を受診してお口の中に悪いところがないか見てもらってくださいと言われたり、はい、え歯科を受診するときにはこの骨粗しょう症の治療薬を使っているということを歯科医に伝えるように言われ,て、えー、言われたことがある方は多くおられると思います。 このビスホスホネート薬剤と歯科治療には何か重要な関係がある骨粗しょう症の治療でビスホスホネート薬剤を使用されている方の場合、えー、歯科医院で外科的な治療を受けられた患者さんにまれな話ではあるんですが顎、はい、骨壊死といって、うんえー、顎の骨が壊死してしまう病気になることがあります。はい はいえー、歯科で抜歯などの外科的な手術を受けたときに見られることがある病気なんですねお口の中の外科的な処置をした後に顎の骨が壊死するというのはどんんなな症状なんでしょうか、はいえー、ちょっと、ね、スライドに示しますように、えー、症状自体は、えー、お口の中の痛みや腫れが見られて、うんえー、歯茎から出血したりうみ、えー、が出たりすることが持続しているんですね。ね、うん 症状が進んでいくと、顎の骨が腐っていく状態になることなんですね。えー、ちょっと怖い感じがしますが、骨粗鬆症を治療するお薬が。すべてこの病気にかかる恐れがあるということなんでしょうか。え、い,いえ、えっ、ー、と、すべての骨粗鬆症の治療薬が顎骨壊死を引き起こすわけではないんです。はい、科学的な根拠を持って、顎骨壊死を引き起こすことが分かっているのは。 ビスホスホネートとデノスマブという2種類の薬だけだという点に注意すする必要があります、はい、それではですね歯科治療と骨粗しょう症の治療でビスホスホネート薬剤を飲まれている関係についてよく疑問になっている点を説明していきたいと思います。はい それでは、まず、このビスホスホネート薬を使用されている患者さんで。歯科で処置をした後に起こる顎骨壊死は、どれぐらいの頻度で起こるのでしょうか。はい、えー、まずですね、最初に言っておく答えとしては、一般的にはですね、顎骨壊死が発現する頻度としては。とても低いということです。はい。ええー、顎骨壊死の有病率というのは。 0.02から0.05%となっています、うん、まあつまり1万人あたり2人から5人程度の患者さんにその病気が見られるということですねうん、うん、また日本では骨粗小症の治療薬に注射製剤を使用する場合もありますけれども、はい、その場合の有病率も伸び薬と同じ程度であると報告されています、はい そ顎骨壊死の病気というのは患者さんによってなりやすい方というのはおられるのでしょうか、はいえー、まずはこのビソホスホネート薬剤を使用しているということが大前,大前提となりますが、はいえー、それに加えてまず、えー、お口の中が汚れていいるようなな場合はよくないんですね、うんうん、また歯茎の腫れとか痛みなどの炎症をずっと繰り返しているような部位 えー、抜歯とか、えー、抜歯以外の外科的な手術とか、インプラント治療とか、えー、合っていない入れ歯を、えー、ずっと使い続けているような場合などがリスクの因子としてありますね。なるほどそれではこのビスホスホネート薬を、飲むのをやめたほうがいいんでしょうか。いええー、自分の判断で、えー、お薬の服用を中止するということが一番危険です、はいえー、注意したいいと思います。うん え原則としてはビスホスホネートの薬剤の給薬や中止はするべきではありません、はい、えがっ骨壊死の発症の予防目的としての休薬は必要ないと考えていまい。一番重要なことはです、ねえー、お薬をやめるのではなくビスホスホネート薬剤をえ処方してもらった医師や歯科医院としっかり相談して最適な治療を受けるべきと考えています。はい 例えば、えー、残すことが難しい歯については抜歯をするべきでありますし場合によっては、えー、予後が不良な歯も抜歯を検討するべきと思います。なるほど、ままあ、いろいろ心配なこともありますが一番良くないのは自分の判断だけでお薬を飲むのをやめたり休薬したりしないようにすることですね。心配なことやわからないことは担当の医師や歯科医の先生に聞くことが重要ですね。はい。 先生、歯科治療にはこのほかにもいろいろありますが外科的な処置以外の歯科治療については大丈夫なんででしょううかはい、そうですね、えー、例えば、えー、定期的にお口の中をクリーニングなどをするような予防的な歯科処置は えー、お口の中をきれいな状態で維持できるので行うべきと考えます、はい、また、えー、虫歯などで歯の神経を取るような処置も行っても大丈夫と思いますただし歯の根っこの周囲ですねそういうところに病巣がある場合は注意が必要な場合もあります、はいえー、その他矯正治療を行うことも可能と思われますそうなんですねいやいろいろとよくわかりました このビスホスホネート薬を服用している患者さんで心配なことがあれば、担当の医師や歯科の先生に十分相談されてください。では先生、今日のまとめをお願いします。はい。えー、骨粗小症の治療薬はしっかりと服用し骨折を予防することは豊かな人生を送るために非常に重要なことです。骨粗小症の薬剤を使っているからといって 歯科治療を必要以上に心配することはありませんまずは以下の先生とかかりつけの歯科医院の担当医に十分相談してください決してご自分の判断で服用をやめたり歯科医院の受診を控えたりしないようにしてくださいそして常に日頃からお口に関心を持って定期的に歯科医院を受診しお口の健康を保つよう心がけることが一番重要です 道東先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。した CM の後は、今日の歯についてご紹介します。